はい、よろしくお願いします。今回はきっかけ英単語第12弾やっていきます。なのでまたこの状態でテストしたい方はぜひ止めてやってみてください。では、動詞、今回で最後ですね。これで動詞100個終わりますが、行きましょう。まず一つ目。これ発音が wait です。これ white って書くんでね、どうしても white って言いたくなるんですけど、発音は wait になります。で、意味が wait で待つです。まあ人とかを待つ感じだね。で、過去形過去分詞。これは規則動詞なので、ed つけるだけで OK です。で、次がドライブです。ドライブ。で、まあ、日本語でドライブっていう言葉があるのでね、まあ、イメージしやすいと思います。これは、運転する。運転すると。で、これは過去形、過去分詞変わります。まず、過去形の方が、I の部分。真ん中が O に変わります。ドローブです、ドローブ。で、過去分詞の方は、もともとのドライブ。に最後 N がくっついてドリブンと言います。ドリブンちょっと変化変わりますので気をつけてください。で、次ちょっとねわざと並べました。2番3番、これライドと言います。ライドで、ライドでこっちは乗るです。まあね、乗り物とかに乗る感じだね。乗るで、なんで並べたかっていうと、まあ意味がちょっと似てるのもあるんですけど、変化がすごく似ていて、ライドね、で過去形がI の部分が O に変わります。ね、I が O に変わるから上と同じなんだよね。これでロードです。ロード。で、こっちも、過去分詞も同じような変化なんですけど、ちょっと気をつけなきゃいけないのが、N つけるのは同じなんだけど、これね、D がダブります。これちょっと特殊なんですけど、こういう感じ。リドンと言います、これで。Right, Road, Rhythm。同じくね、意味も似てるし、変化も似てるんですが、ライトは D が。過去分詞はダブルってとこに気をつけてください。で、4番がフィールです。フィール。で、フィール、意味は、感じる。で、これはですね、感情とか痛みとかを感じるときに使います。寂しく感じるとか悲しく感じるとかもそうですし、まあ痛いね。痛いの、その痛みを感じるとかも。そういったもので使うと。で、これは過去形過去分詞、形変わるんですが、両方同じです。こういう風に変わって felt と言います。felt。で、次5番が build です。build。で、build は建物。でもね、建てるって意味で使います。建てる。これで build です。で、これ、前回の動画だったかな、英単語第11弾の一番最後、10番に send って言って、まあ、送るってのがあるんですけど、それやったのね。で、それとちょっと似ていて、最後 D じゃないですか。で、その D の部分が T に変わります。Built と言います。で、過去形過去分詞両方も Built なんですけど、あの鮮度も最後が T に変わるだけなのね。で、その鮮度の時にも話したんですが、これ変化は簡単なんで結構すんなり覚えてもらえるんですけど、これを逆にしがちです、結構。Built から Build に変わるみたいな。だからそこちょっと気をつけてください。で、6番。最初ね、レスって書くんですが、リスです。リスペクトと言います。リスペクト。で、これは日本語でリスペクトって、まあ、使う場面にある、イメージする方もいるかと思うんですが、リスペクト。まあ、日本語で使う意味と同じです。誰々をリスペクトするとかね。これは尊敬するです。リスペクトで尊敬する。で、これは ED つけるだけなので、入るかな?ちょっと待ってね。つけるだけで OK。あ、入ったね。OK です。で、次が worry です。worry。で、worry で、心配する。ね、worry で心配する。これね、心配させるって意味もあるんですが、まあ一つこっちで覚えておけば、そのね、文の中で、あ、これさせるの方が合ってるかな、みたいな変化はつけれると思いますので、ひとまず心配するで覚えておきましょう。で、worry も、ed つけるだけなんですが、まあ、最後がね、y で終わってって、しかも y の一個前が母音ではないので、y が i に変わって ed というふうになります。で、次は prefer です。prefer。で、これはね、
ほにゃららの方を好む、まあ、こっちの方が好きだよみたいな時に使います。だから好むだけでもいいんですけど、これね、ほにゃららの方を好むまで覚えていく方が、文の中で出てきた時に訳しやすいです。ちょっと長いですけどね。で、prefer も ed つけるだけなんですが、ちょっと気をつけなきゃいけないのが、これもともと prefer じゃないですか。ed なんですけど、r がダブります、最後。なんで、もう一個 r をつけてからの ed。これ入ってんのかな？あ、入ってる。危ない。ここ気をつけてください。で、次が run です。run。で、run は、意味が、学ぶです。学ぶ。で、これ過去形過去分詞。これ共通ね。過去形も過去分詞も共通なんですが、これちょっと2種類覚えてください。ひとまず、その ED をつけるだけのパターン。これあれ入んないね。ちょっと待って。これはさすがに入らなかった。ちょっと縦に書くか。その欄に、ED をつけるだけのと、ランに t をつけるランとっていう二つがあります。で、これは過去形過去分詞が共通で、まあ、イギリス英語とかアメリカ英語の違いとか言われるんですけど、ひとまず二つ両方覚えておいてください。で、最後がファイトです。まあ、日本語でもファイトって使いますけど、ファイトで戦うです。ファイトで戦う。で、これはまた形変わるんですが、共通です。で、ここね、OU になって、GHT、fought と言います。fight, fought, fought。いいかな？まあ、こんな感じで、ぜひね、覚えておいてください。では、まあ、消しながらもちょっと喋りますけど、まあ、最初にもね、言ったように、今回のこの10個で一応動詞は終了となります。よいしょ。で、もう12段なんで、一番最初の時にも言いましたけど、ひとまず15段までやってみます。で、あと3段で、ひとまず一区切りなんですけど、で、その後、第16段から続けるかどうかは、まだちょっと悩んでます。決定してないんで、絶対やりますよってまだ言えないんですが、ひとまずあと3つは必ずね、取っていきます。で、次回が、助動詞をやります。で、ちょっとね、特殊な出し方にはなっちゃうんですけど、まあ、助動詞やって、で、その後に接続詞を、まあ、やったりとかしていこうかなと。で、もしその16以降続けるんであれば、今はね、何詞何詞とかってこうカテゴリーで分けてはいたんですけど、まあ、そこをあまりカテゴライズせずにやっていくのがいいのかなとは思ってます。ちょっとね、まあ、16段以降やるかも決めてないので、こうやるよっていうのははっきりは言えないんですが、まあ、ひとまず13、14、15は必ずやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。